ここを狙ってください。これで冬の王は衝突軌道から外れます。よし、攻撃準備。チャンスは一回だけです。失敗は許されません。分かっている。ターゲットロックしました。ガンマ線変換装置作動、反水素制御装置作動、機動動作修正完了、反動制御装置作動、エネルギー充填完了、対戦エネルギー装置対戦完了、発射準備よし。発射。バカな、こんな爆発なんか起こるはずがないんだ。先生を。なぜだ、加速している。そうか、分かったぞ。冬の王の中に揮発性の物質のポケットがあって、そこをレーザーが直撃したんだ。そのガスが水星の亀裂に沿って後ろに吹き出したんだ。ですが白川先生、それではあまりに偶然すぎると思いますが。そう、これも宇宙の目の力だ。宇宙の目の力が未だに影響していて、水星の軌道を変えられることを拒んでいるとしか思えません。他にあれを止める方法はないの？無理です、もう方法は。破壊すると地球に破片が降り注ぐことになるんだな。ああ、このまま衝突させるのと被害にはあまり差がないね。例えば3つとか4つとかに割るとどうなるんだ？え？そうか、破片が雨のように降り注いだら大変だけど、3カ所4カ所だったら今よりはまだ被害は少ない。真正面からエネルギーをぶつければ、まず彗星のスピードを落とすことができるし、同時に一つ一つの破片の質量を小さくすることができるからね。間違いなく被害は小さくて済むよ。計算上ではそうなるかもしれないけど、この船に積んでる反物質砲だけじゃ無理だよ。この船をぶつけるのさ。何？この船を彗星にぶつけるんだ。ダメダメ、壊れにするにはぶつかるところまでしっかりコントロールしなくちゃならないんだ。自動操縦じゃできっこないよ。私が操縦するさ。さあみんな脱出カプセル。そんなのダメよギラ。私の命と地球一つ、なかなか分のいい賭けじゃないか。冗談じゃないぜ、行くんなら俺だ。ちょっと待ってよ、メカのことだったら僕は専門家だよ。僕が行く方が絶対確実だよ。おいドン。ちょっと何おい。ドン、いやよ、ドンも行くでしょ、一緒に行くでしょ。まだ終わってない。萌え、悲しむな。俺、もうじき消える運命だ。消える？春から消えた。俺、バーチャル世界の異常が生み出した幻の人類。俺、宇宙の目壊れた時消えるはずだった。でも彗星いた、宇宙の目力働いて俺この世界残った。彗星なくなると俺消える、だから俺行く。萌え、楽しかった。俺萌えのことを忘れない。次
よく生きていけ。優しい心を忘れるな。恐ろしい変化に襲われるんだとシミュレートしてみよう。爆発した彗星とそれによって巻き上げられた塵が空中を膜のように覆ってしまった。これで太陽の光が地上に届かなくなって、植物は光合成ができなくなり、次々と枯れていってしまったんだよ。こうなると草食恐竜は生きていけなくなる。餌がなくなるからね。当然肉食恐竜もだよ。太陽の光が届かなくなって、地上は氷の世界になっていったんだ。海ではまだクビナガ竜やプロトサウルスは生きていたんだけど、それもやがて絶滅してしまったんだ。水蒸気が地球を降りて、今度は地球の気温がどんどん上がったんだ。温室効果というんだけどね。これで海中のプランクトンが死んでしまって、海の中の酸素はなくなり、魚たちも死んでしまったんだ。これにきっとこの世界も僕たちと同じ歴史をたどるようになるに違いないよ。もしドンが突っ込まなくて、あのまま彗星が落ちてたらどうなっちゃったのかな。ああそうか、ちょっと待って。哺乳類もいないや。ドンは僕たちの世界を守ってくれたんだ。おい、どうしたの？アキラカン、映像を戻して。あ、例にもらったスティックが。ダメ、消えちゃダメ。恐竜人類の歴史は消えるんだろ。まだわからないわよ。アキラカン、私を例のいるところに戻してよ。そんなことできないよ。戻してよ。ねえ、ねえ。え、何？バーチャル世界を切り離そうとしていたギラグールの動きが止まった。じゃあやっぱりもう恐竜人類は。そうだ、早く萌ちゃんを戻さないと。宇宙の目の干渉はなくなったんだから、もうタイムホールも開けるんだ。
アキラガン、早く燃えよ。わっくら